ドロレス軍はアメリカ合衆国コロラド州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2064人であり、2000年の1844人から12%増加した。軍庁所在地はダブクリークであり、同軍で人口最大の町でもある。ドロレス軍となった地域には少なくとも紀元前2500年から人類が住んでいたと、 考えられている。西暦900年から1300年の間は、軍政部に人口が多かった。考古学者など研究者によれば、その人口は1万人数。しかしこの人々は、14世紀に干ばつと何度かの社会的混乱の後にいなくなるか、よそに移り住んだ。その後数世紀の間、 西部と東部の山岳地には移動性のユト族とナバホ族インディアンなどの民族が占有した。コロラド州の南西部の大半と同様に、ドロレス軍にはインディアンの廃墟やアナサジ人の遺跡が豊富にある。アナサジ歴史遺産センターによれば、1989年時点で、ドロレス軍内には少なくとも816の文書化された古代史跡があり、それ以降も多くの史跡が登録されている。 軍内には地域的に歴史的興味のある場所として1776年のドミンゲス・エスカランテ・トレールがある。この道はニューメキシコ州サンタフェからカリフォルニア州モントレーまで陸路を発見しようとした1800マイルに及ぶ遠征の名残である。この遠征隊は軍西部のダブクリークでキャンプを張った。後にオールドスパニッシュトレールが軍西部を通された。 1832年から1833年にはイギリス系罠漁師が軍東部の山岳地で活動しており、1866年には軍内で金が発見された。しかし、大規模な炭鉱と工業が始められたのは、ユト族からこの地域を取り上げ、1878年にブルーの協定でユト居留地から移住させてからだった。ただし、 1876年時点で、リコ地域に開拓者の工業地区が違法に設立されていた。1879年に大規模な銀の埋蔵量が発見されてこの地域の発展が加速され、1890年から1892年に、リオグランデサザン鉄道が群内を通って、デュランゴ、テルリド及びリッチウェイを結んで建設された。 ディオグランデ・ソザン鉄道は1952年に廃線になるまで軍東部のように供されていた。リコの絶頂期は1892年であり、工業地区の人口は5000人以上となった。これは現在の軍人口の3倍に近い。1893年の銀京港が鉱山町を襲い、1900年までに人口は811人にまで減った。 20世紀に入っても、軍の山岳地は浮き沈みを何度か経験した。最低の時期は1974年であり、人口は45人だった。それ以降の町はテルリドのベッドタウンとなり、ある程度の観光地になった。人口はおよそ300人に戻った。21世紀に入って、地域での大きな工業活動を再開する動きが進んでいる。 ダブクリークは19世紀半ばからサンタフェ、ソルトレークシティ及びカリフォルニア北部やネバダ州の間の対象や旅行者にとってオールドスパニッシュトレー上の通過点となっていた。軍の西部は1870年代から牛の放牧に使われたが、豊富な草がすぐに過放牧とその後の火災の鎮圧のためになくなり、山よもぎ、ピニオン、ジュニパーが広範囲に茂るようになった。 1914年からは農地化が始まり、グレート、政治プレーンに乾燥地農法が広がった。現在、インゲン豆と冬小麦の乾燥地農法が、軍経済の主観になっている。しかし、1980年代にドロレス川上流のモンテズマ郡内に、マカフィー貯水池を建設した、ドロレスプロジェクトによる、灌漑水によって、軍の歴史と人口を変化させてきた。 リコにある昔の軍庁舎、ドロレス軍は1881年2月19日に、ユガレー軍西部が分離して、コロラド州議会によって創設され、ドロレス側にちなんで命名された。ドロレス側は、軍内に源を発し、軍内を通って、ドロレス峡国に流れている。ドロレス側のスペイン語名は、リオデヌエストラセイニオラデロースドロレスであり、1776年に、 シルベストレ・バレス・デ・エスカランテ・神父が名付けていた。当初リコにあった群長舎は23フィート X48 フィートの2つの倉庫用マルタ小屋だったが、1883年に完成した石とレンガの庁舎に置き換えられた。群長は1946年にダブクリークに移され、現在の庁舎は1957年に建設された。リコにある当初の群長舎は、 現在町役場と公共図書館支所に使われている。2009年、ドロレス軍はコロラド州で最も経済的に落ち込んでいる軍に指定された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1068.09平方マイルであり、このうち陸地は1066.97平方マイル、水域は1.13平方マイルで、 水域率は0.11%である。ドロレス郡はコロラド州のユタ州と接している郡と同様、地理的に2つの地域に分かれている。郡の西部は平坦だが、ドロレス川などの大きな峡谷で分断されている。考えが整い乾燥地農法が行われ、インゲン豆や昔のアナサジの豆各種など様々な豆類の栽培で特に知られている。郡の中央部は、 比較的標高の高い、明けた草原であり、家畜の飼育に使われる森林のある丘陵、谷及び峡谷がある。軍の東部はサンフアン山脈の広報があり、昔の工業、現在の観光の町、リコの周辺、及びサンフアン国立の森の放牧地を除いて、事実上農業は行われていない。これはその標高が9000フィートから14000フィートと、 高いことが理由でもある。リコは北にあるサンミゲル軍のテルリドという裕福な町のベッドタウンとして発展しつつある。軍内の38%のみが私有地であり、大半は軍の西端にあるアメリカ国道491号線に沿った灌漑設備のある乾燥地農法の土地と町と軍の中央部にある牧草地の2つの大きな地域にある。他に 軍東部のリコ周辺に参加した数千エーカーの土地があり、大半は工業権が登録されている。軍内の土地の50%はアメリカ合衆国政府が所有し、三府安国立の森の一部として森林局が管理している。さらに10%の土地は古代国立保護区の峡国軍を含め土地管理局が管理している国有地である。 コロラド州が残り2%を所有し、主に防火地域として利用している。ドロレス軍には強鉄道が通っていない。軍の西部3分の1には、アメリカ国道491号線が通り、コルテスとユタ州のモンティセルをつないでいる。また、コロラド州道141号線がヌクラトをつないでいる。軍東部には、コロラド州道145号線が通り、 ドロレスの町とテルリゴをつないでいる。軍中央部には、軍と森林局が共同管理するノーウッド道路があり、ドロレスの町とサンミゲル軍、ノーウッドとをつないでいる。軍の3つの部分は、砂利式の低速の軍道と、連邦機関の道路が互いをつないでいる。軍内唯一の空港は、ダブクリークの東にある市営のダブクリーク空港である。一般用途に使われ、 滑走路は4000フィートである。商業用途空港として近いものは、南のモンテズマ郡にあるコルテス市民空港と、北のユタ州サンフアン郡、モンティセロにあるサンフアン郡空港である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。二千九年第三四半期の失業率はセントであり、二千八年のントから上昇し、 コロラド州内では最悪だった。平均集休は489ドルだった。多くの住人はサンミゲル軍のテルリド、あるいはモンテズマ軍の主にコルテスと田園部の工業、商業施設に通勤している。ありがとうございます。